皆さんこんにちは。ネオラボの CTO エディリーです。ネオノートというアプリのプロジェクトマネージャーをしています。今はこのアプリリニューアルに向けてチーム一丸で猛ダッシュ。いわゆる人気サービスとかいろいろあるけど、そういうアプリみたいにみんなの心をキャッチするためにです。時には大声を上げたり、空を見上げたり、カフェインを過剰摂取してみたり、とにかく邁進没頭しています。僕は電車で会社に行きます。最近はでも2駅歩いています。歩くって新鮮な行動なんですかね。素敵なアイデアがたくさん湧いてきます。電車に乗ったら整理開始。その40分の電車の中は僕にとって小さなアイデア会議室と言えます。Thank you.